いや森庄司くんね、はいはいはい、はい、大毛って抜いたことある？ありますよ。あるんだ。ありますよ。僕は、はい、剃る派です。あ、てか割とあれですか、剃れるぐらい生えてくるんですか？いや、ちょろちょろです。僕だいたい1本とかなんで。1本なんだ。そうだから、よりインビじゃないか。あ、伸びてるピッて感じ。しかも伸びきっとほら気づく前に抜けちゃう時もあるじゃないですか。待ちたまえ待ちたまえ。何パイ毛の話を長々としてる。名を名乗りなさいよ。音楽家の森庄司です。こんばんは。書場で写真家の富永康弘です。こんばんは。真夜中のノスタルジーラジオホリデーのお時間です。お、取り留めもない会話、気持ちのいい生活、きた、ラジオホリデーです。はい、丸すぎる時間も時計も心残りも全てあなたのもの、ラジオホリデーです。はい、はい、急ですいません。いや、いつだってね、聞きたいことがあってちょっと今日は、はいはいはい、急遽こういう風に始めさせてもらったんですけども、はいはいはい、まあ、こんなね世知辛い話もなんですけども、コロナでしたよね。まあ、現在進行形でコロナですけども、複数ヶ月にわたって、はいはいはい、ほぼほぼ人と会わずに、うんうん、インドアの生活をしてたわけですけども、はいはいはい、そんなに人間好きな方ではないと思っていたんですけども、うんうん、ここまで人に会わない喋らないっていうのが続くと、はい、自信がなくなってくるんですね。喋れるかなとか、まあ、その口数の多い方ではございませんが、自分の中で全部ストーリーがこう完結する日々が数ヶ月続いたわけじゃないですか。はい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 、ね、だから思い出もないわけですよ、うんうんうん、思い出ってやっぱなんだかんだ言って人との関わりの中で出てくるわけじゃないですか。それがないっていうのが怖くて怖くて、はい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 、僕はものすごくバカになったんじゃないかと。それバカになるっていうか、まあ鈍るって感じですよね。いや鈍るよ。なんかやっぱリアクションがないまま、はいはいはい、毎日送ってると、うん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 、なんか頭の中の考えだけので完結する日々が続く。あ、そうですね、ね、うんうん、で会う時、はい、ある程度こう自分家でこうストレッチとか筋トレをちょっとした後で、はい、マスクして、はい、買い物行って、はいはいはい、帰りのスーパーからの帰り道、うん、ぼーっと、はい、税金のことを考えたんですよ。ね、暗いな。あ、ごめんごめん。あ、税金のことを考えたんですけど、はい、税金のことを考えたっていうテーマは覚えてるんだけど、はい、ふっとね、はい、あれ俺何考えながら言ってたっけって分かんなくなってすごい怖くなって、はい、俺は血糖値が足りてないね、はい、低血糖になったんだと思ったんですよ、はいはいはい、だもんで、はい、これはチョコレート食わないかなとだいぶ振り切りましたね。気づきまして、はい、そこから2ヶ月間、はい、毎日欠かさず、はい、ファミリーパックのチョコレートを買い続け、はい、冷蔵庫の前に行くたびに食い続けてきたわけですよ、はいね、はいはい、そしたら思い出も何もない日の中なのに、うん、体が変形してるじゃないか。一回りほど、ね、一回りほどなんてうまくいかないんだ人生っていうのはね。ね、確かにトミーさんちょっとね、うん、ちょっと膨張しましたよね。膨張しましたね。膨張色を着てるわけでもないのに、ね、まあかくいう僕も今人生採用もなんですけどね、うん、膨張してますね、膨張してます、はい、ちょプニプニしてます、ね、プニプニしてます、じゃああとでちょっとだけ触らせてくれよな。いっぱい触って。お、何それ。お、いやそこは流してください。触るんですけどね。触らせていただきます。はい、はい、いい曲作ってましたか自粛期間中は。自分で宅録して、はい、でデータのやり取りも、はい、今回ニューグリフィンズの前里くんに、はい、ラップを頼んでたん で、 あー、 データのやり取りで全部完成させて、で YouTube にいつだって翻弄っていう曲をアップしました。アップしたんだね。はい、じゃあそれリンク貼っといて。ちょっとこれ貼っといて。貼っといてください。はい。まあそんなとこですね。久しぶりなんでちょっと。これリハビリですね。リハビリですね。僕トミーさんとこの間話したときに、はい、トミーさんがおっしゃっていた言葉が、
はあ、ものすごいこれ流行るんじゃないかって思って。何？僕らまあね、はい、40超えて、はい、まあ昔の言葉で言うとこの、はい、初老じゃないですか。はいはいはい、ね、はい、ただこのコロナ禍において、はい、ね、ちょっとこう鈍ってきているのを、はい、トミーさんが、はい、プレ老後って言ったんですよ。プレ老後、ああ老そう、今のこの現状をシミュレーションだよね。そう、プレ老後、うんうん、プレ老後ってすげえキャッチーな言葉だなと思って。俺プレ老後って言ったっけ？言いましたよそれを、まあ、覚えてないけど。覚えてた、いやいや、それぐらいいいじゃん、それぐらい忘れるじゃんだもんですから、はい、老後が、はい、本当の老後が始まった時には、はい、私は絶対ゲートボールしますからね。あ、ちゃんと本ちゃんに向けて、本ちゃんに向けて人と関わらないとダメなんだなって、意外と人が好きだったのかもしれない。あ、そのコミュニティに参加するっていう、うん、なるほど。あ、そう考えたら僕無理かもしれない。本当ですか、うん、じゃあ拾ってあげるよ優しいな、うん、そうそう、そんな感じですよ。はい、ね、さよなら。じゃあ、いやいや、トミさん、はい、曲聴いてもらわないと。音楽を今宵は今宵は、まあね、たまにはね、聴いてもらおうかなリハビリですから。そうですね、あんたらの耳にとって、耳にとってもリハビリやからなでは、はい、さようなら。いや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 、はい、それでは曲を。曲をって、そんな振りかぶるとろくなことないじゃないですかはい、じゃあさっき 曲を録音したんでね、はい、どうぞ。森くん、森庄司くんさ、はいはい、戦争を知らない子供たちっていうフォークソングあるじゃないですか。はいはい、あれついついさ、はい、チェーンソーを知らない子供たちって言ったのチェーンソーすまん、今まで生きてきて一度もないです。かしこまり「お前と会った中見せの」煮込みしかないクジラ屋で夢を語ったチューハイの泡に弾けた約束は明かりの消えた浅草の、ああ青春だな。青春、そう、みんなは青春って何を思い出す？俺はリンゴジュース、リンゴジュース飲んでたっけな。こたつ一つのアパートで同じ背広を初めて買って、同じ形の超大作り、同じ靴まで買う金はなく、いつも笑いのネタにした、いつか売れると信じてた。そうそう、誰にも人それぞれ青春時代はあったはずだよ。俺もいろいろ思い出すんだけど、どうしても思い出すのは、そう、あの頃飲んでいたリンゴジュース、リンゴジュース飲んでたっけな。客が二人の演芸場で来る日も来る日も、毎日毎日俺の小さな冷蔵庫の中に入っていたよリンゴジュース。雨の日も風の日もリンゴジュース、風邪をひいた日ももちろんリンゴジュース。みんなは飲んでいたかい？青春の味、リンゴジュース。だけどどうしてだろう、思い出すリンゴジュースの味
ショッペン、俺の思い出のリンゴジュースショッペンよ。夢を託した100円を投げて真面目に拝んでる。顔に浮かんだ幼子の無垢な心にまた惚れて、リンゴジュース一人訪ねたアパートでグラス傾け懐かしむ。リンゴジュース、そんな時代もあったねと笑う背中が揺れている。リンゴジュース、夢は捨てたと言わないで、他に当てなき二人なのに。夢は捨てたと言わないで。でも俺が本当に好きだったのはおっぱいでしょうね。あ、おっぱいって飲み物じゃないんだっけ。おっぱい飲み物ですよ。ワン、ツー、他に道なき二人なのに。リンゴジュース、フォーエバー。いや森庄司くんね、はいはい、今最後の方に、うん、俺があの頃本当に好きだったのはみたいな言い方をしてしまいましたけども、はいはいはい、でも今も結構好きかもしれない。あ、とっても好きかもしれない。今もなおですね。そうですね、今もなお、今もなおです。置いてなお、うん、本当は今でも好きだしん。はい、さよなら。ごめんごめん、逃げよう逃げよう、バイバイ。クロちゃん、さよなら。